こうやって一緒に帰宅できるだなんて。たい焼きもこんなにたくさん買ってしまいましたし。たい焼きだと少し質素じゃないか、ですって？いいえ。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。説明や解説が必要。私を呼んだのは先生か。チェリの会長からの指示書は持っているな。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ご主人様と一緒に楽し。バルキューレ警察学校公安局局長の尾形環奈です。犯罪者の尋問ならお任せを。ようやく海に到着です。さあ先生、たっくさん遊びましょうね。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。説明や解説が必要なら私に任せてください。説明や解説が必要なら
私に任せてください。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。説明や解説が必要なら私に任せてください。本の中の物語のように。ご主人様と一緒に会えて嬉しい。小さいからって舐めないで。ごきげんよう。あ、本の中の物語のように。小さいからって舐めないで。知らずあずさ、すべての出会いは必然。バルキューレ警察学校のキリノです。皆さん手を上に上げて本官の指示に従ってください。冷たい水を浴びると気持ちまですっきりしますよ。先生も水遊びいかがですか？